FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にあるスタジオ FM ギノワンから飛び出して、サザンブリーズはこちらトロピカルビーチから生中継でございます。おいては私、東勝明と火曜日アシスタント OBP のマリンです。よろしくお願いします。いやー、今日も昨日に引き続きとんでもない快晴で、本当に雲が一つぐらいしかない、一つぐらい本当にもう ほぼない。僕らの正面にはほぼないですよね、うん、ほぼない。はい、マリンは、サザンブリーズのトロピカルビーチ生放送は初めて、初で、今年は初でございます。来ましたね、ようやく。どうですかこの環境。いや、なんかすごいですね、太陽に包まれてる感が。もう確かにもうね、日差しがバンバン襲ってきてますから、うん、この売店の中にもね起きてますから、はい、うん、トロピカルビーチで、楽しまれてる皆さん聞こえてますか。どうも。今、こちらトロピカルビーチの売店の横のですね、はい、お土産屋さんからですね、はい、特別サテライトスタジオとしてこちらから放送しております。はい、ぜひぜひね、近くに遊びに来てください。はい、お願いいたします、うん、あのね、バーベキューのねセットとかね置いてるとこですよ。はい、ぜひ。アイスもありますよ。あ、来てくださいよ。買い物ついでにね、うん、ちょっと寄ってください。よろしくお願いいたします。はい、さあ、こんなですね、あったかいあったかいあったかい、いや、むしろ暑い、トロピカルビーチからお送りするサザンブリーズでございますが、今週の皆様からいただきたい、メッセージテーマが、〇〇の日記念日の話でございます。はい、まあ、このね、トロピカルビーチにね、はい、来てるから言うのもなんですけど、うん、海の日ってあるでしょ。はい、ありますね。海の日ってもともとなかったの知ってる？あ、そうなんですか。なかったよ。なんか固定とかの、ね、あれ結構 ね、最近ですよね。96年に僕たちの中では多分最近なんですよ。あ、そうなんだ。新しくできた休みとしては、そう、 そうなんですね。そうそうそう、ほんと最近できたやつで、でももうあれでしょ、物心ついてる時には海の日あったでしょ。もうあれですね、生まれた時から多分ありました。そんな、そうか、それぐらい前か。もう俺、僕らのほんと最近なんだよな。だってこのね、何や、記念日とか、うん、まあ祝日っていうのね、うんうん、たくさんあると思うんですけど、うん、だってそう考えたらね、この祝日って来年、はい、1個増えるかもしれないんだよ。あ、そうですよね、天皇さんの、そう、新たにね、天皇誕生日になるということで、うん、そうですよね。そう、そういうね、祝日が、祝日増えるって感覚ないでしょ。ないですね。祝日が増えれば OBP はライブが増えますので。お仕事が増えるってことね。あ、もう大好きだから大歓迎なんですけどね。あ、それ最高ですね。はい。待って、なんかちょっと話ずらしていいですか。何ですか。目の前にいる二人ずるくないです。いや、もう満喫してるわ。もう向こうはお仕事じゃないから。いや、一人仕事中かな。いや、一人はがっつり仕事中ですね。仕事中か。ねえ、もうすでに目の前にいるリスナーさんたちがね、もうがっつり暑い中アイス食べてますよ。最高の環境ですね。今ちょっと期待したんですけどね、あ、こっちで持ってくるのかなみたいな。あれ、そんなことはないみたいです。はい、タレントよりも先にマネージャーさんがアイスをいただくという、ディスられてますよ。はい、そういう環境でお送りしています。さあ、そのサザンブリーズにですね、皆さんどうぞ、今週のテーマの〇〇の日、記念日の話、何かエピソードあればぜひ教えてくださいませ。はい、ね、最近あった母の日、そしてこれからある父の日のエピソードでも何でも結構でございます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。メールアドレスは797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com です。はい、 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマートフォンからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組は
あなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは098-851-3291、 098-851-3291 までどうぞ。はい、というわけでございまして、今日もですねたっぷりと、6時までお送りいたしますので、皆さん最後までお楽しみくださいませ、さあでは1曲目、こちらの曲で皆さんビーチも楽しんでくださいませ。リップスライムで楽園ベイビー。きたマイクで。皆さんどうも。エコザイルさん、ハラチロンピー。おはようございます。そしてリノさん、こんにちは。こんにちは。そしてケンジさんが、はい、ちょっと待ってて、今帰宅、汗だくだからシャワーしてくれ。本当に始めないでよ。もう勝手に浴びてきて。知らねえよ。あの携帯をジップロックに入れてお風呂で。そこまでして聞きたい。あれなんかめっちゃいいですよ、ジップロックでやるの。あ、そう。そう、なんかあのずっと探してたんですよ、防水用のカバー100均とかで、でもなんかジップロックが結構優秀っていうことに気づいて。へえ。そうやってますね。はい、コックさん、あ、いいですね。海の日結婚記念日。あ、そうか、確かに。あ、そっか、そっか。なるほど。最初、その結婚式記念日になった日が海の日だったんだけど、ずれていくんだ。確かに。でもなんかまた固定説出てますよね。ああ、そうね。なんか固定されるとか。いつか来るよね。うん。どうぞ皆さん、〇〇の日記念日の話、教えてくださいませ。あとね、あのね、海に合うリクエスト曲でもいいですよ。あー、聞きたいっすね。いろいろ探しますから。はい。海に合う曲か。でも OBP だったら、あれですね、リアル ID が一番。ああ、そうね。うん。いや、OBP の曲はね、持ってきてんだよ。リアル ID もある。じゃあ次かけます。お、ビーチに響かせますか。響かせましょう。リクエストがそのままなければね。めっちゃ興味あるんだろうな。どうもー、どうもー。手振ったらいい。その時はマリンが。
また来たまた変わってきた徐々に徐々に変わってくる。みんなタバコ長くないですか、吸ってるやつ。そうあんな長いですっけ、タバコって。タバコじゃないのかな。あのね、でも FM 技能は、まあ、近くではないけど、あの北中の行く高速の行く道のとこに何か入ったのにある。あー、あそこらへんか。俺まだ行ってないけど。ハーレーカフェ。サザンブリーズ火曜日トロピカルビーチからお送りしております。あー、いやー、今ね、目の前にはね、たくさんの方々がいらっしゃって、いや、もう海満喫してきたんでしょうね。いいっすね。今ゆっくりね、休憩中でございますけども、どうぞもっと近づいてください。そこのあなたですよぜひぜひね、遊びに来てくださいよ本当にもうね、先ほどね、ちょっと僕も、この番組始まる前に、ちらっと海の方にね、遊びに行って、はい、ちょっとお声掛けさせていただいて、どっから来たんですかとかって話をしたら、放課後、デイサービスの方々がいて、あるいは、子供たちと連れて、はい、遊びに来たりとか、でしてましたね。もう子供たちは今泳いでますよって。最高。そんなすぐ来れる距離にあるのがいいよね。本当ですよね、もう沖縄ならではの。ならでは。本当。本当に。でさ、ちょっと見たら、まず制服のね、女の子たちとかも本当に海辺で遊んでたりとかしたので、本当に、いや、なんで高校時代、そう、私の通ってた高校も近くに海あったんですよ、なんで制服で行かなかったんだろうって今更ながら後悔しますね。制服で海ってすごい映えるよね。ですよね。いい感じに入るよね。ザ青春って感じですよね。青春だ、沖縄の青春だね、本当に、はあ、戻りたい無理ですあれ、OBP の衣装を新しく制服にしてもらったら、あ、なるほどちょっとリーダーが、なんていうか分かりませんが、あー、あのリーダーが、はい、あのリーダーです。制服にあるんですか嫌がりますね嫌がりそうだな、はい、今日もですね、リスナーの皆さんからたくさんメッセージいただいてますので、ご紹介していきましょうか。まずは、はい、エコザイルさん、はい、はい、ハロチロンピー、ハロチロンピー出ます。そんなエコザイルさんが、あれ、マリンちゃんビキニはって、え、見えないんですかえ隣にいる俺でも見えねえんだけど一応これ、ツイキャスで見てるからエコザイルさんはいいと思うんですけど、うん、ラジオだけ聞いてる人からしたらえってなりますよ、ね、本当だよマジでビキニでやってんのかって思われるからでも沖縄の女の子って、はい、この水着着て泳がないじゃないですか、はい、持ってないですもんね、まずやっぱり、はい、普通に泳ぎに行く水着を持ってない、持ってないですね。入るって言ったらもう T シャツ、足をつけるぐらいの感覚なので、うん、がっつり入るにしてももう短パン T シャツとかでしょ、うん、とかですね。だから水着だからね、うん、多分その内地とかさ行ったら、はいはいはい、まあ皆さんそれが普通だわけじゃないですか、うん、恥ずかしい、もしそうやるとしたら。いや、もうなんか恥ずかしいとかの前にそういう想像がつかないです、あ、自分が、はい、それそういう、まず水着を買うっていうこと自体があんま想像つかないですね。偶然にもマリンさんの右手には水着がいっぱいあるんですけど、いっぱいあるじゃないですかいっぱいありますよ。でもなかなかいいお値段するんですよね、あ、水着はね。そう、そうね、そしたら洋服が欲しいな、あ、そっちの方がいいんだ
本音をポロリ本音をポロリさあそしてあとリノさん、はい、こんにちはこんにちはありがとうございます。そして大塚健二さん、うん、はいこんにちは、今帰宅汗だくだからシャワーしてくる始めないでくださいあの勝手に始めてます気にしないで始めますから、うん、そしてコックさん、はい、ありがとうございますこんにちは。はい、でらっちゃんさんもハイタイ。今日の北海道の地元24度、北海道で24度、暑いんです。北海道24って暑すぎないですか。北海道で24は沖縄今だから確か、まあ、後ほどね詳しく皆さんにお知らせするんですけど、はい、確かね最高がね今日は28度とかだったんですよ。わ、4度しか変わらないんですか、北海道と。全然違うわ。暑っ暑、そりゃ暑いわ。いやでもまあさすがに海は入らないでしょうね。そうですね、北海道まださすがに海はまだ、海開きもまだしてなさそうな。そこはまだしてないかもしれないですね、うん、はい。さあ、ね、今週の皆さんからいただきたいメッセージ、はい、テーマの〇〇の日、記念日の話というところで、うん、コックさんからいただいてますね。海の日が結婚記念日だ、はい、分かりやすいなと思うでしょ、はい、毎年記念日がずれます今第2月曜日ですかね、7月のあ、じゃあつい最近だったんだ。あ、違う、待って、ちょっと待って。違うよ、びっくりした今今なんでつい最近と思ったんだろう。つい最近と思ったのもあれだし、第2月曜日でもないし、あれ第3でした。多分第3、第4ぐらいだと思うよ。第3か、第3か17とかですよね、うん、第3だと思う。第3か、ちょっともう暑さでやられてますよ、脳みそがいや、そうか、で結婚された時はあれだったんだよね。その結婚記念日は海の日がちゃんとその日だったけど、ずれていくから、ずれていく、どんどん1日1日ずつとか何年かに1回とかずれていくから分からなくなっちゃって覚えやすいと思ったらね、違うかったっていう、あれっていうおー、いいですね。あ、そして、あ、野中の銀のホタル、銀トロさん、はい、こんにちは、あずちゃん、まりちゃん、ありがとうございます。あれ、あずちゃん、チェックの帽子、あ、今日ね、朝とお昼はかぶってたんでねチェックの帽子置いてきたんですか。置いてきたちょっとね、外したっていう、それだけのことでございますよくね、もういる僕の番組も聞いていただいてましたね、ありがとうございます。さあ、そしてメールでもいただいてますね。ありがとうございます。東さん、マリンさん、こんにちは。こんにちは。ということでラジオネームのりさんからです。どうも。さあ、テーマ記念日、はい、実は今日が記念日なんです。ほう。何かというと、4月から管理職になっての、うん、今日初めての給料日。いい響き。そんなに増えているのではないですが、なんかワクワクします。うん、給料袋なんか重いかも。いやー、いいですね。これでも、え、今じゃあのりさんは昔ながらの給料袋手渡しなんですかね。あ、なんですかね。そうじゃない。そうだ、なんか重いかもって言ってるから。そうですね、気持ちの分重いんじゃないなるほど、うん、とも振り込みでこの通帳がちょっと重く感じると。なるほど、あの管理職の分そうそうそう、ちょっと価値が上がってるみたいな、うん、自分の中 でもありますよね、そういうの、ね、重みが。あ、いい記念日ですね今日は。いやー、いい、ほんと、ね、もうパッとね、たっぷり使ってくださいよ、うん、はい。でついでに明日は休みなので、お、今日は FM 技能案行こうかなと。トロピカルビーチへお越しください大丈夫ですかのりさんスタジオ行ってませんかね、大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな。 FM トロピカルビーチですよ、コンベンションセンターの裏手にありますトロピカルビーチから生放送中でございますので、ぜひお越しくださいませ。はい、待ってます。はい、皆さんありがとうございます。さあ、というところで、はい、記念日とね、うん、言ってるんですけども、はい、皆さんね、母の日とか父の日、まあ、これから何されるとかね、うん、いろいろあると思うんですけど、母の日、はい、マリオは何かした？やりました。お、毎年お母さんにお花をあげてたんですけど、うん、小4ぐらいから、うんうんうん、今年は初めてお母さんを連行してご飯に連れて行きました。へえ、ちゃんとしてるね。そう、ま、20歳っていうちょうど節目の年でもあるので、うん、20歳になったし大人になったし、うんうんうん、なのでご飯に行きました、うん、ホテルバイキングです。うん、
美味しいところ行ってるじゃないですか。あ、純粋に私が行きたかったっていうのもあったんですけど、それもあるんだろうね。もくもくしたかったんだろうね、あったんですけど、そう、なかなかね、ホテルバイキングとかってこういう時にしか行けないじゃないですか。まあそうね、まあ、普通のランチよりはちょっとね、お高いから。そうなので、もう2ヶ月前ぐらいから、もうこの日がたまたま本当にイベントが入ってなかったので、ライブ OBP の、なので、もう本当に1、2ヶ月前からお母さん、この日はあの連れ出すので予定入れないでくださいって言って。うわすごい、行ってきました。いいな、ちゃんとしてますね。そうなんですよ、これね。まあね、子供の頃とかはね、やってたな、ちゃんと。あの子供の頃ってまあまあ何か贈り物したいと思うわけじゃないですか、でまあお金ないからさ、まあなんか父親とかとさ、一緒に行ったりとかするんだけども、何がいいかなってこういろいろこうね見るわけですけど、いつも使ってるやつがいいなと思って、ね、なるほどなるほど、買うわけなんですよ、でなんかそれがなんかね、髪留めかな、おー、あの後ろでまとめたりとか、そう留めるやつを、俺はこれがいいと思って、で父親と一緒に買ったんですよ、で買ったんだけど、でいつも使ってるやつがいいって言うんだけど全く同じものを買ったわけよ同じやつがいいだろうと思ってで今考えたら、いや絶対そうじゃねえ方がいいと同じ髪の毛だとしても絶対違う種類のやつが良かっただろうなってね。もう進化子かみたいな。そうもう子供だから、いやあれが好きだからこれがいいんだと。でも分かりますよ、気持ちは分かりますと思って、めっちゃ思って買っちゃったっていう、でもいい思い出ですね。という思い出はありますね、はい。皆さんもですね、そんな、母の日、そしてこれからある父の日の、ね、去年とかおととし、子供の頃の話、そして、皆さんいろんな記念日あると思います。はい、もう独自のオリジナルのやつでも結構ですよ、はい。今日のね、先ほどののりさんみたいに、そうですね、初給料の記念日ですっていい、ね、そういうの結構でございますので、たくさん、皆さんお寄せくださいませ。よろしくお願いいたします。じゃあここでマリンからの一曲いきましょうか。はい、もうキラキラの太陽と、キラキラの海にあった曲をお届けしたいと思います。いきましょう、 OBP でリアル ID。 ツイキャスではマリンの生歌を え？無意識って怖いですね。
もう少し大きな声。生歌はライブに遊びに来てください。生鼻歌ですから今は。あの無意識で口ずさんじゃうんですよね。なんでしょうねこの現象。それはね、自分の曲はね。そうでも本当になんか楽屋裏とかでもあの他の共演者さんいるじゃないですか、うん、をそうこの前流麺の人たちと一緒だったから、その流麺さんの惚れた晴れたを、うん、なんか知らないうちに口ずさんでたらしくて、めっちゃ嬉しいって言われた時に、あ歌ってたんだって気づいたっていうぐらい本当になんかどこでも歌ってますね。ニュースですかね。はい、ニュースで、そっちの後に俺もニュース読むんで。はい、わかりました。FM ギナワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM ギナワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼント、地域の情報をお伝えします。まずは西原町からのお知らせです。西原町から沖縄の未来を考える、5月19日土曜日13時30分開場、14時ジャスト会館、場所は西原町商工会2階ホールで開催されます。地域が抱える課題を様々な角度からみんなで議論し、日常生活での不便なことや不満なこと、ご要望などを頂戴し、西原町の未来、沖縄の未来を皆様と作っていきたいと考えているプログラムになっております。こちらね、まあ、西原町の方はぜひぜひこちらのプログラムに参加してみてはいかがでしょうか。はい、そして続いてですね。